まあ、おもちゃ破壊っていう作品なんですけど、出てくるキャラクターたちが面白いですよね。まあ、皆さんをこう喜ばせようみたいな、裏切ってくる感じですかね。とにかく、まあ、手を動かすのが早いというのが一つと、あと、まあ、いろんなアイデアを持ってるっていうところが森尾さんの魅力になってると思います。あれですね、決勝戦の、まあね、他の人たちの作品のオマージュという形でまとめてきたっていうのは、やっぱり思い切ったことをやってくるなというのを、いい意味で裏切ってくれるというところがいい結果に出たのかなというふうに思います。見てる人逆に不安にさせたりどうするんだろうなって思いつつ、最後にあこういうことですよっていう答えを出すみたいな、あのいろんな側面を持っている方なんですけれども、特にこう構造物とか建築物みたいなものを一気に描き上げる力っていうのがすごくて、一度それを本気でやったものを見てみたいなというふうに思います。